畑中社長はこの健康住宅さんという会社を平成10年に立ち上げられたということなんですが、はい、その立ち上げのきっかけ、どういう経緯だったのか、そのあたりでぜひ聞かせていただけますか。もともとはですね、もう父親が福岡で、まあ、結構有名なそのマルハ住宅という会社を経営してて、はい、でそのマルハ住宅という会社がやはりもう一時はもうマンションもやって、もうすごい勢いになった会社なんですけども、やはり非常にこうバブルが崩壊してですね、はい、で非常にこう厳しくなったわけですよね、はい、でそれが、まあ、バブル崩壊が平成、まあ、2、3年とかね、2、3年ぐらい、その頃にもうこれはもうマルハもしまいちゃうかもしれん、知らんぞとっていうような話になった時に、はい、まあ、正式にね、マルハをもう退職して、はい、で僕の父親にやはりこうついてきてくれてる社員さん もう本当 4,50 人 5,60 人ぐらいいましたんでね、だからやっぱ彼ら その受け入れ先を何とか作ろうということで、こそっと作った会社が元々のスタートなんですよね。で、その会社がその、まあ、社名を何にしようかと考えている時に、マルハ健康住宅株式会社というね、はい、当時シックハウス症候群だとか、はい、そういう言葉があちこちにこうマスコミにこう出だした頃だったんで、はいはい、なんかそのもう健康住宅っていう名前をそのまま社名にしちゃおうと、もう傾きつつある会社の社員さんたちの受け入れ先っていうのが最初の動機だったんですか。そう、いわゆるちょっと何やぶし的なね、感覚で作った会社なんです、もともとは。だから何をあんまりこう夢のある作り方じゃなくて、必要に迫られて、はい、もうそういう形だったんですね。もうかなりこう悲壮感の漂うスタートだったんですよね。住宅業界でやってらっしゃって、新しく作る会社もやっぱり住宅業界で、はい、何か賞賛みたいなものはあったんですか。いや、なかったですね。もう何にもなかったですね、はい、でもあえて別会社する、ただもう建築の仕事以外はもうその知識もないしですね、はい、やる自信もないし、はい、ただその丸がうまくいかなかったのは土地を買い込んだだけなんですよ。あとそれ以外はね、やっぱし私の父親も非常にこうカリスマの人でしたんで、まあ、社員さんみんなこうモチベーション高くついていってたんですけども、はいはい、なんせもう土地の在庫っていうのがですね、もう本当もう地獄のように苦しかったんですよ、やはり。でもう銀行からやっぱ貸し剥がしっていうか、もうその話始めるともう、ね、終わんなくなりますけどね、もう本当やっぱ辛い目に遭いましたね。でそれでその無借金の会社というか作ろうと、注文建築一本やりであれば無借金の会社ができるんですよね。借り入れをせずに回せると、はい、お客さんからいただいた前受け金で仕入れればいいんですから、はいはい、だから基本的に土地が絡むとね、全部その投資なんですよ、先行投資なんですよ、うんうん、で仕入れた土地は嘘言ってでも売らないといけないでしょ、はい、でそれがその注文建築っていうのはそうではなくて、はい、全て受注生産なんで、だからお客さんとお約束したものを作るために、はい、まあ、ある程度お金を入金いただいて、はい、それでその手間賃払って材料仕入れて、はい、まあ、銀行から若干借りないといけないかもしれませんけども、それも本当わずか で、うん、でそれももうその売り先が決まった後の仕入れですから、はい、だから経営が安定しやすいんですよね。でただその注文建築っていうのはですね、はい、もう当時もう10年以上前ですから、もう 14、5年前ですかね、もうほとんど大手さんなんですよ。なるほど。もう大手さんしか受注できないんですよ。あとはその地元のもう親戚の受注取ってるその工務店とかね、だからその注文建築ができるかどうかということはもう分からなかったんですけども、逆にその注文建築しか生きる道はなかったんですよ。なるほど。当時健康住宅はなかったわけですね、はい、それでその何か差別化商品がいるぞということで、もう当時ですね、本当日本中を飛び回ってた時期があって、もう雑誌でこうなんかちょっと有名なあいいなと思うのがあったら、もうその天井にそのまま行っちゃうわけですよね。住宅雑誌の北海道版とか東北版とか、やっぱあの頃はね、東北とか北海道にすごくやっぱり優秀な企業さんが多かったんですね、住宅会社は。進んでるんですよ、今でもそうですけど。だからそこの住宅雑誌を見てですね、はい、わ面白いねと思ったらもう飛び込みで行くんですよ、はい、ほんで行くとですね、九州からそんな話するとですね、もうね、皆さんすごい教えてくれるんですよ。なるほど、はい、もう支店長さんとか出てきてね、いろいろ教えてくれるんですよね、はい、でその頃にその外断熱工法というものに巡り合ったんですね。
ぱ聞いてね、もう絶対これだと思ったんですよね。住宅ってほら構造区体が加わるでしょ、はい、でこう構造区体があって、普通断熱材は内側に貼りますよね、はい、で内側に断熱材を貼ったら、この肝心の構造区体っていうのは外の空気とに触れるでしょ、うん、ということは外の空気と同じ温度なんですよ、はい、夏はもう暑くなるし、はい、冬はキンキンに冷たくなるでしょ。なるほど。だからその日本の住宅っていうのは冷房を切ったら、はい、ムッと暑くなるし、はい、暖房を切ったらキュッと冷たくなっちゃうっていうのは、その構造区体が外と同じ温度になってるでしょ、はい、そうすると内側の暖かい空気も断熱しちゃうわけですから、だからこれがその外側に断熱材があると、はい、この構造区体は部屋の中の温度と一緒になるじゃないですか。あ、なるほど。だから冬は暖かくなるんですよ。温められる、はい、で、はい、夏はちょっと温度が低くなるんですよね。なるほど。でそれをその計測するとね、もうわずかの温度差しかないんですけど、その違い方、冬はね、だから壁が暖かいわけ、はいね、普通はこの内側に断熱材があるから、だけどもこれの外側に断熱材があると外気と一緒、そうそう、うん、だからこの壁は部屋の中の温度に近くなるわけ、はい、普通、内側に断熱材してたらか壁は外側の温度とに近くなるんですよね、はい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 、だからここがじわーっと少し暖かいので、はい、出力の弱い暖房機の中で生活してるのと一緒なんですよ。なるほど。だからそのいわゆる輻射熱って聞いたことあるでしょ、はい、その太陽の熱と一緒ですね、はい、それがやっぱじわ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 体を温めるんですよ、少しですけど、だからものすごく気持ちいいんですよ。わずかな温度差しかないけれども、はい、そんな気持ちいいんですね。もう全然違います、はい、名刺、私のね、はい、名刺がね、はい、パンフレットみたいになってるんですけど、 はい、こんな感じになってます、はい、でこの違いなんですよね。これ同じ日に撮影した絵なんですけど、だからこれ普通の断熱、内側の断熱材は壁が冷たくなるんですよね、はい、でうちの建物って部屋の中の温度と同じだから赤くなるんです、はい、でこれカーテンの色一緒でしょ、あ、ね、本当だ、ということは、はい、部屋の中の空気の温度一緒なんですよ、はい、部屋の中の空気の温度は一緒だけども、はい、壁の温度がこんなに違うから、あ、だからこっちはね、壁がね、そうそう、もう冷服者ってじわじわ、実はこれが普通の住宅なんです、日本の。なるほど。でうちの建物はこんななってるよ。なるほど。その内側に断熱するのと外側に断熱するのとで、やっぱりその値段も全然違うわけですか。あ、違いますね。それやっぱり何が難しさが違うんですか。まあ、施工はものすごく難しいですね。当然柔らかい断熱材を外側に持ってこないといけないので、はい、その外側に外壁材でしょ、うん、やっぱもうすごく難しいですね、はい、でもそれ一本に絞って健康住宅さんはされてるんですね。それはね、初めて外断熱工法の住宅に行ったことがあるんですけども、それは誰かに案内されてね、行ったんですけど、当時そんなもの全然なかったんですけど、はい、非常にこう先進的なね、設計士の先生が建てた家だったんですけどね、その家のね、奥さんがもうものすごく喜んでるんですよ、はい、で僕が行くとですね、もう一生懸命説明するんですよ。で夏にね、僕真夏の暑い時行ったんですけど、もう本当洞窟の中みたいな感じだったね、家の中ヒヤーっとしてて、おお、そしたらそのご主人、奥さんがね、もうね、冷房を切ってるんですよと言うわけ、涼しいんですよと、はい、で冷房を切ってたらね、うん、その湿度とね、温度を調節したらね、夏でもこんなに爽やかな家の中になるんですとか、だってそんなね、営業マンみたいなことを言うんですよね。それを嬉しそうに説明してて、はい、でそれがやっぱ外断熱工法だったんですよね。じゃあそれをもうとにかくもうやっちゃおうということで、それから今はもうその外断熱工法の受注しか受けないとおっしゃってますけれども、はい、当時からそうされてこられた、はい、そうです。当時から健康住宅は外断熱工法、いわゆるその高性能住宅ってやつですね、はいはい、外断熱工法による高性能住宅以外の受注はしたことないですよ。一本もないですね。今でやっぱ600棟ぐらいお引き渡ししてますけ ど、 なるほど、一件もないですね。